こんにちは。今日はブリッツリポートでレイアウトテンプレートを使う方法をお見せします。まずこの Excel アイコンからブリッツリポートをムーを開きましょう。そして AR パスを使ってインボイスレポートを実行します。今はテンプレートなしで実行しています。最初のフィールドがレポート名で次がテンプレート名です。テンプレートを使わない場合、レポートにはレポートの全ての列が含まれます。1行目は固定され、自動フィルターが設定されます。この画面で2番目のフィールドがテンプレートをです。 既存のテンプレートから選ぶか、新しいテンプレートを作成することができます。それでは、新しいテンプレートボタンをクリックしましょう。すると、テンプレート画面が開きます、うん。この画面で表示したい列を選択できます。デフォルトでは全ての列が選択されていますが、えー、特定の列だけを表示することもできます。例えば、ダブルクリックで選択したり、またダブルクリックでもできます。Shift キーと Ctrl キーを使って、あー複数の価値をハイライトして、その後、この C キーを使います。 列を上下に移動させたい場合には、こんな風にできます。このようにします。and, uh, in, uh, 次にレポートを実行すると、um, uh, 選択した列だけが表示されるファイルが開きます。もう一つの表記があります。す、um, べてのネゾリストを特定の位置に移動したい場合、セグニティキーを10回も押す必要はありません。Uh, 新しい位置の番号を入力するだけで大丈夫です。例えば1にするとすべてがこんな風に上がります。 これが列の選択ですの。ここで集客も利用できます、えー。非常に大きなデータセットがある場合は、えー、データを事前に集客し、相と順を定義することができます。そしてな、例えばシートブレイクの機能をここで使うことができます。シートブレイク機能を使うと、このようにテストを行います。うんうん 点、国威クラスで設定すると、処理ファイルは国威クラスの仕事に別のシートを持つことになります。では、今、いえなたび入ってます。えー、x c e l では、えー、チャージバック、クレジットメモ、保証、それぞれにシートがあります。各国クラスごとに異なるシートがあり、最後にレポートの検査指摘を示すパラメータシートがあります。 画面上では、これは転生的なシートブレイク機能です<ん>、えー。多くのユーザー派データをピボットで設計するのが好きです。ね、これが右側でできます。えー、フィルター、レッツシュラチャー C のフィールドを使ってピボットを設計できます。他にもタブがありますので、えー、Excel アップロードがあります、えー。自分のデータを作成できます。Excel 独自のレイアウトを作成し、 それをレイアウトテンプレートとしてアップロードできます。そしてここで共有オプションがあります。それは、えー、テンプレートを他のユーザー、A、が利用できるようにするためです。そして、えー、最後のシートではパラメータを除外できます。例えば、権略化されたパラメータリストのテンプレートを作成できます。パラメータを簡単かつ、純速に入力できるようになります。それでは、 pbot レイアウトから始めましょう。金額を請求し、すべての金額をフィルタリングしましょう。上部のフィルターフィールードを使用して s 百1 0 0列名を見つけることもできます。それから、うん、通貨を列に追加しましょう。ここでは Excel と同じ方法でフィールードを使います。フィルター、列ン初期です。そして、処理ファイルには追加の pbot シートが含まれます。最初のシートは、 詳細データで2番目のシートはデータのピボットです。ここに詳細があり、ここにピボットシートがあります。そしてな、エクセルで追加の変更を使用し、ファイル全体をレイアウトテンプレートとして使用することができます。例えば通貨をスライサーとして参入することもできます。これにより少しインタラクティブになります。このように。そして金額の円グラフを参入することもできます。 こんな感じでやってみましょう。また追加の pbot を参入することもできます、うん。これは単なる力です。基本的に実際の標準機能を使用して、それをテンプレートとしてアップロードできます。レポートはそのレイアウトを覚えています。では、それがどのようになされるかをお見せします。例えば、今顧客ごとのアイスライ金額を見て、 一番多い顧客を上に表示したいです。こんな感じです。それから色を変えて会社のロゴを参入することもできます。ここにもです。で、タシト上では修正も使用できます。例えばデータに条件付き数値を追加したり、 え、スタイルを変更することもできます。例えば、逆書が欲しい場合です。ちょなるフォントで、え、それみたいな感じです。で、ターの上部に、え、追加の価値を挿入し、そこに関数を追加することもできます。例えば、フィルタリングされたレコードの請求枠をまとめる消費関数を追加できます。さて、このレイアウトテンプレートを保存したいとしましょう。え、ファイルは、今私のノートパソコンのダウンロードフォルダーにあります。 だからダウンロードをフォルダーに保存しています。そしてこのテンプレートでは Excel のアップロード機能があります。レイアウトアップロードはブリッツレポートと含めた全てのデータを選択して補います。そしてテンプレートにこのように添付されます。一度レイアウトテンプレートを添付すると、次回別のパラメータ、例えば m i 0 9年の日きなどでレポートを再実行するときに、 処理ファイルは同じレイアウトで、新しいデータが表示されます。同じレイアウトですが、データが異なりますね。データシートの方も Mr.009 年の皮膚になっています。データが更新されても、レイアウトは全く同じままです。これがテンプレートのアップロード機能です。ちょっとやめときたいことがあるんですが、この Excel テンプレートをアップロードした瞬間に、 でここに列を選択するための投資引きがグレーアウトされ、ピボットもグレーアウトされています。つまり、アップロードされたレイアウトテンプレートを持つか、ここのフォームから列を選択するかのどちらかができます。テンプレートをもう一度開き出してみると、列の選択とピボットが再び開かれます。ただし、テンプレートを再度アップロードしましょう。保持しておきたいですから。これです。 さあ、もう一度、アップロードしました。さて、このレイアウトテンプレートを他のユーザーに使えるようにしたいとしましょう。その場合、シェアリングを追加する必要があります。なぜならデフォルトでは、テンプレートは作成者、うん、つまりオーナーにしか見えず、彼らだけがテンプレートを見たり、修正したりできます。でも今は NGenetic としてログインしているので、例えばサイトレベルでテンプレートを共有することができます。それはシステム全体の街と共有するということです。しかし、報告書にアクセスできるのは、 そもそもそのアクセス権を持っている人だけです。イエリスセキュリティコンセプトとしては、ユーザーが報告書にアクセスできるのは、開発権を持つ人々によって定義されたデータセキュリティだからです。それからユーザーは自分のレイアウトテンプレートを作成し、他のユーザーと共有できます。でそして、生ままも変えましょう。これをダッシュと呼びましょう。例えば、あこういう感じであもっと意味深いものにしましょう。 もう一つあ、湯側にパラメータのタブがあります。パラメータのリストが非常に長く、あ例えば顧客番号で実行することがないと分かっているなら、ね、それらを挙手をできます。テンプレートのためだけにパラメータを記述できます。例えばタイプと営業担当者も好ましくないとします。そして日雇ぎも必要ありません。日雇者です。これで、 検索化したパラメータ選択リストを作成できます。プりあまた行く立かもしれません,、うん。それではこの編集テンプレートを画面に戻りましょう。テンプレートは他のユーザーと共有されます。他のユーザー派テンプレートにアクセスできますが、所有者ではないため修正はできません。このようなシナリオを仮定しましょう。別のテンプレートを選択します。うん、テンプレート移をダブルクリックして別のテンプレートを選ぶこともできます。 これ、所有者を確認できます。今、私たちはエンジネティックとしてログインしています。これらは全て私のテンプレートです。しかし、例えば、このユーザーという名前のものは私たちのではありません。つまり、このテンプレートは修正できないということです。アップロードされた Excel ファイルも客室できません。でも、テンプレートを利用できます。実行してみましょう。おそらく似たようなものですね。ピボットテーブルとチャートと書かれてますから。はい、それもカラフルなチャートです。 このテンプレートも修正したいと仮定してコピーを作成できます。ここメニューの上部にテンプレートをコピーする機能があります。それでテンプレートのコピーを作成し、今度はそのコピーの所有者となるので修正できます。そのため共有機能とテンプレートコピーの機能があるんです。もう一つのオプションがあります。今二つのテンプレートを作成しました。リストに戻ります。 コピーとダッシュボードの力を作成しました。これらは私たちが作成した2つのテンプレートです。テンプレートを再び劇中したいと仮定しましょう。テンプレート編集に行き、コピーを削除しましょう。コピーを選択し、テンプレート名を,をフィールドにいるときに悪除アイコンをクリックして、保存をクリックするとテンプレートが削除されます。 コントロール F11 検査を使って、す、え、べ、ー、てのテンプレートを見て、その内容を確認することもできます。これも可能です。そして、新しいテンプレートを作りたい場合、あこういくつかの方法がありますで。この画面から直接行うこともでき、このプラスの記号をクリックすると、新しいテンプレートができますあー。新しいテンプレートを作成しましたが、名前、名前がグレーアウトされていますので、まだ保存できません。そして、ボタンには、ググ出して閉じるとあります。 その理由はあ、まだ何の変更もよらってないので、何も変更していないテンプレートを保存する意味がないということですね。テンプレートがない状態と全く同じレイアウトだからです。テンプレートを保存するためには、少なくとも色を変更する必要があります。そうすると、テンプレートのメニューがオープンになり、テストテンプレートと呼べるようになります。このようにしてま新しいテンプレートを作成することができます。別の方法は、 ここからテンプレート道をクリアしてタブキーを押して新しいテンプレートボタンを表示し、再び新しいテンプレートの画面に戻ることです。これが新しいテンプレートを作成する方法です。まだ見せていないテンプレートに関連するもう一つの機能があり、それはテンプレートに対するデフォルトのパラメーター紙を保存する可能性です。これはこのメニューを通して行われます。 ダッシュボードのレアに戻りたいと仮定しましょうで。この場合、いつに大きな顧客に対してのみ実行したいので、まず全ての顧客に対して実行します。Let's turn over o our e たちのチャでした。えタツネにトップ顧客のみを対象にしたいと仮定すると、まずはここにあるパラメータ詞と顧客名をコピーします。えー、や顧客名フィールドの複数値機能を使用します。えー、これで、 この顧客だけのレポートが実行されています。処理ファイルを見てみましょう。このようにこのパラメータ C をテンプレートに対するデフォルトとして保存したいと仮定します。それはアクションメニューでテンプレートをパラメータ、デフォルトを保存をクリックすることによって行います。これによりこのテンプレートを選択するたびに自動的にこれらのパラメータ C がデフォルトとして設定されます。 そしてテンプレートの名前を大5顧のみに変更することもできます。大5顧のみ、テンプレートを選択するたびに、えー、パラメーター紙も自動的にデフォルトされるので、それを削除して次回対顧客のみのテンプレートを選択すると、えー、これらの紙が表示されます。でこれがブリッツウェアポットにおけるテンプレートの仕組みについての簡単な紹介でした。 ご覧いただきありがとうございます。